皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて、6月18日に発生した地震により被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。なお、吹田市で確認された被害の状況は次のようになっています。6月26日現在、吹田市で確認された被害の状況は次の通りです。人的被害については中等症20人、軽症37人の計57人が確認されました。建物被害については公共施設163棟、民間729棟の892棟となっています。いずれも一部損壊で、そのうちブロック塀に関するものが75棟です。なお、屋根の被害などへの対応としてブルーシートや土のうの配布を実施しました。水道被害については、一部地域で断水や濁り水が発生し給水を実施、延べ1557人の利用がありました。断水についてはすべて復旧し、濁りについても吹田市全域でほぼ解消し、給水活動は終了しました。なお、下水道については点検の結果異常はありませんでした。ガスについて、青葉丘北千里万博公園地域において供給が停止しましたが、6月24日に供給停止していた744件について全件解消しました。なお、ガスの供給停止が続く地域があることを受け、パナソニックスタジアム吹田のシャワー設備を被災者に無料で開放しました。電気について、一部地域で停電が発生しましたが、当日午前中にすべて復旧しました。地震発生後に市内40カ所の避難所を開設し、一時最大で76人が避難しましたが、6月22日に0人となり、同日全避難所を閉鎖しました。道路については亀裂のため、藤代台5丁目市道53号線を通行止めとしています。市内の全小中学校は6月20日から授業を再開し、また市立の幼稚園、認定こども園、保育所においても同日より保育を再開しました。なお、学校施設のブロック塀について20日から現地調査を行い、全54校のうち建築基準法上の安全確認ができなかった45校において順次撤去作業を行っています。図書館について、市内図書館は全館通常通り開館していますが、館の状況により施設や設備の一部が使えない箇所もあります。復旧次第ホームページなどでお知らせします。詳しくは各図書館までお問い合わせください。スポーツ施設について、片山および北千里の市民プール夏季営業は震災の影響により当面の間営業を中止します。また片山市民プール室内プールおよびトレーニング室の利用も中止とします。また体育館等スポーツ施設では一部利用を中止しています。詳しくは各施設までお問い合わせください。なお、開館や復旧状況についてはホームページなどでもお知らせしていきます。名シアターについて、大ホールが天井の損傷により使用中止となっています。それに伴い、受付済みのものについて使用料の還付を行います。また7月7日の七夕コンサート、8月4日の映画劇場、5日の平和記念コンサートが中止となり、チケットの払い戻しを行っています。詳しくは名シアターまでお問い合わせください。なお、その他の催しについては各主催者までお問い合わせください。続いてお知らせです。まずは罹災証明についてです。地震により住家に被害を受けられた方で罹災証明書の必要な方は資産税課へ連絡してください。順次、身分証明書を携行した職員が被害認定調査を行います。調査後、およそ1週間で市民課にて申請できます。
屋根の修理などで急がれる方は事前に写真を撮っておいてください。屋根の補修など軽微な修理が完了されている方は領収書などの修理内容が分かる書類でも対応します。詳しくは調査については資産税課まで、発行については市民課までお問い合わせください。また地震により動産など住家以外の被害を受けられた方で罹災届出証明書が必要な方は直接市民課で申請してください。詳しくは市民課までお問い合わせください。続いて義援金についてです。今回の災害で被災された方々を支援するため日本赤十字社大阪府支部吹田市地区でも義援金を受け付けます。受付期間は平成30年9月28日金曜日まで。市役所など市内11カ所に募金箱を設置します。なお振込の場合、詳細は日本赤十字社ホームページをご覧ください。詳しくは福祉総務課までお問い合わせください。なおこの地震について、多数の者が生命または身体に危害を受け、または受ける恐れが生じていることから、大阪府は12市1町に災害救助法の適用を決定しています。災害はいつどこで起きるか分かりません。この機会に改めて防災について見直し、日頃から備えを心がけましょう。さて今回の放送内容は次のようになっています。トピックスでは父の日のプレゼント作りなど3つの出来事、特集ではシリーズ企画水散歩千里ニュータウン編後編をお送りします。最後までお付き合いください。では番組を進めてまいりましょう。まずは吹田のトピックスです。6月16日片山地区公民館で父の日のプレゼント作りが行われました。これは片山地区公民館が地域の子どもたちにお父さんへ日頃の感謝を伝えてもらおうと毎年内容を変えながら父の日を前に行っているものです。今回は地域でパン教室などを開いている清水さんを講師に、小学生や就学前の子どもたち18人が参加してお父さんの似顔絵パン作りに挑戦しました。作業に取り掛かる前に作り方やポイントなどのレクチャーを受け、いざパン作りのスタート。丸めておいた白とココアの茶色の生地をもらって顔作りに取り掛かりました。丸顔か細長い顔か、髪の毛はどんな感じかなど、お父さんの顔を思い浮かべながら伸ばした白い生地の上に茶色いココアの生地を乗せて顔を作っていきます。最後にオーブンで焼き上げると、ちょっと日焼けした世界に一つだけのお父さんの似顔絵パンが出来上がりました。子どもたちもパンの出来にとても満足そうでした。よくできてる。どんな風にお父さんに渡したいですか？いつもありがとうって言って渡したいです。6月23日と24日の2日間、内本町コミュニティセンターでコミセンスック祭りが開催されました。これは同センター利用者の活動発表の場であるとともに、地域交流の場になればと吹田市 JR 以南コミュニティ協議会の主催で毎年行われているものです。会場にはセンター主催の講座の受講者や利用団体、近隣の小学校児童の作品などが展示されていました。また将棋の対局や指導してもらえる子ども将棋コーナーをはじめ、スーパーボールすくいやコイン落とし、プラバン工作などができる遊びのコーナーが設けられて、たくさんの子どもたちが参加。お手前のやり方を教わって自分が立てた抹茶が飲める抹茶体験や、風車やレーシングカー、クラッカーなどのおもちゃを作ってその場で遊ぶことができる手作りおもちゃ教室なども行われ、来場者の人気を集めていました。
そしてステージでは日頃の練習の成果の披露やコンサートなどが行われ、イベントを盛り上げていました。このほかカレーライスの販売やオープンカフェなどの飲食コーナーが設けられたり、バルーンアートのプレゼントや綿菓子などの模擬店も出展されるなど、来場者は一日中コミセンスック祭りで楽しんでいました。6月24日千里ニュータウンプラザでシーファ多文化祭りが行われました。これは地域の人と外国人が触れ合い、日本人、外国人が国籍に関わりなく交流を深め、つながってもらおうと、吹田市国際交流協会が企画したもので、今回が初めての開催となります。会場では、開発途上国の生産者から適正な価格で取引されたフェアトレード商品の紹介や、カフェコーナーではロシアやベトナムなど外国人の出身国の軽食や飲み物が提供され、多くの来場者が外国の食事について関心を持ち交流を楽しんでいました。その他外国文化体験コーナーではその国の文化や楽器の体験、アフリカ布クラフト、モンゴル遊牧民の移動式住居ゲルのミニチュア展示や民族衣装の試着体験などが行われ、多くの来場者でにぎわっていました。ステージでは民族音楽や中国語劇、英語の歌などが披露されました。来場者は外国の音楽やダンスに触れ、外国文化を楽しんでいました。ベトナムの衣装を着させてもらったのと、モンゴルの衣装を着させてもらいました。あとはくるみボタンを作るのを体験しました。楽しかった。以上、吹田のトピックスでした。笹に飾り付けをします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 。続いては特集です。はい、今回は水散歩千里ニュータウン編後編をお届けします。6月に放送した内容では取り上げることができなかった地域や町のさらなる魅力についてご紹介していますよ。まあ前回もとても勉強になりましたけれども、はい、今回はどんなことが紹介されているのか楽しみですよ。そうですよね。町ができておよそ50年という千里ニュータウン、そこにはどんな歴史や魅力があるのか歩いて探ってきました。それでは VTR どうぞ。やってきました、水散歩千里ニュータウン編後編。前回は訪れていなかった地域を中心にお散歩したいと思います。今私がいるのは千里ニュータウンの北部にある古江台です。どんな発見があるのか楽しみですね。さて今回も一緒にお散歩してくれるのはこの方々です。イエーイ前編でもたくさんの知識を披露していただいた市立博物館の早乙女健二さん、助っ人ニュータウン人の奥井武さん、助っ人男児人の吉永健一さんの3人です。では今日もよろしくお願いします。お願いします。早速行きましょう。レッツゴー。萩の木公園にやってきました。この辺りはですね、はい、千里ニュータウンの開発前に集落があった場所なんですね、はい、それを示す場所があるので今から行ってみましょうか。はい、ぜひお願いします。あ、鳥居が見えてきましたね。
古江稲荷神社という神社ですけれども、はい、この辺りもともと明治の初め頃に開墾された場所でして、はい、5、6軒ぐらいの入植が当時あったっていう、はいはい、そういう場所なんですね。彼らが神社を作ろうということでここにお祭りしたっていうそういうものなんですけれども、千里ニュータウンができる前の人々の生活だとか信仰を知るそういったいい場所かなというふうに思いますね。水産歩ニュータウン編で初めて神社に来ましたけど、大阪府が開発したニュータウンですので、はい、基本的に宗教施設というのはないという場所なんです。ここはもともと開発前にあった場所ですよね、はい、ニュータウンに住んでらっしゃる方々も何か心の拠り所としてそういう場所を欲しいなということで、その後少しずつ民間ベースとか個人ベースで作られてきた、そういった場所はあります。そうだったんですね、はい、じゃあここもたくさんの方々の、憩いのというか、そうですね、信仰の場所になってたんですね、住宅街へとやってきましたね、はい、ここまでいくつか団地巡ってきましたけども、団地によって建物の建て方が違うことにお気づきじゃないですか。建物の建て方ですか。ちょっとそこまでは見れてなかったんですけど、じゃあ解説しましょうか。お願いします。大きく分けて2種類あります、はい、建物をドミノ倒しのドミノのように平行に置いていく平行配置と、敷地を囲むように建物を建てていく囲み型配置が、そういった2つの特徴があるんですね。そうですね、囲み型配置の話をすると、建物を囲って中庭を作ることによって、そこにみんなの意識がいきますね。コミュニティが形成されやすい、はい、平行配置の方はきちんと南側に向いて建物が建ててた方が日当たりも良いし建物の効率も良いので、そっちの方を優先しましょうということですね。なるほど、こう日当たりも平等な感じになるんですね、はい、知らなかったです。そういう思想の違いが建物の配置にも現れている。そうだったんですね、はい、続いて私たちが訪れたのは富士城台。ここは三色祭道ですね。はい、3つの色の彩りの道で三色祭道と言っています。本当に秋すごく綺麗なんですよね、ここ。11月ぐらいが一番綺麗ですね。今は濃い緑、明るい緑、中くらいの緑の3つしかないですけど、はい、秋は緑、赤、それから黄色になる木もありますから、それで3色ということだと思います。富士城台の部分は3つの木が植えられてまして、東海で、アメリカ風、台湾風という3つの木が植えられてるんですけど、色とは直接関係なくて、三色祭道は青山台の方もずっと続いてますので、そこはまた違う木が植えられています。この夏の時期もその緑が本当に綺麗ですし、はい、秋も楽しめるっていうのはすごくいいですよね。はい、そうですね。富士城台の北部にある千里北公園にやってきましたね。こちら本当に広いですよね。すごく広いです。千里ニュータウンの吹田市側には、2つ大きな地区公園があるんですけど、はい、南公園と並んでもう1つ大きいのは北公園です。吹田市全体で見ても万博記念公園について2番目に大きな公園なんですね。施設もいろいろあるんですか。市民プールがあったり、はい、体育館があったり、はい、ワクワクの里っていうものがあったりとかですね、いろんな施設があります。でも一番ここの、いいところは本当に自然な感じでそのまんま、はい、もういくらでも遊べるっていうところじゃないかなと思いますね。そうですよね、もう本当にこう小さなお子様から大人の人までこう開放感あふれる中で遊べるっていうのはやっぱりいいですね。さて青山台にやってきました。この辺りは坂道も多くてこう起伏に富んでますけど、緑もたくさんあってすごく気持ちがいい場所ですね。そうですね、千里ニュータウン、これ全体に言えることなんですけども、もともと山の地形のところだった、山の中だったんですけども、それを造成してニュータウンしてるんですけども、実はその地形をなるべく残そうという方針で作ってるんですね。例えばですね、この前にありますね、これポイントハウスと言われるタイプの建物なんですけども、ポイントハウス、はい、普通の団地は細長い、マッチ箱みたいな、ね、そうですね、こう長方形と言いますか、それがこうポツンとこう立ってる形ですね、はいはい、なぜこうしてるかというと、細長いと下が、斜めになってると、はい、こう無駄なところができてしまうんですけども、ね、ポツンと立ってると平らなところとかちょこっとだけでもポンと立てられるので、限られたこうスペースでもちゃんとしっかり立てることができる、はい。他には何か特徴っていうのはあるんでしょうか。そうですね、この団地でいうとリノベーション、
結構評判になってますけども、もともとの団地の良さを生かしながら新しい生活、新しいデザインのお部屋を改装して使っているところもあります。そうなんですね、はい、ということでそのリノベーションされたお宅にお邪魔しました。わあ、お邪魔します。吉永さん、すっごく素敵なお宅ですね。そうですね、はい、雑貨と衣料を扱うメーカーさんと、はい、井原さんがコラボして、作ったお部屋です。そうだったんですか、はい、当時と比べてこう間取りが違う部分とか、ここに襖が入ってたんですけど、それを一旦取り払って、まあ、昔のこうテイストは残しつつワンルームにしているという間取りですね。押し入れと思いきや奥にまだ空間ありそうですが、はい、そこもともとは押し入れだったんですけども、はい、あの押し入れのより中段と言われている真ん中にお布団をトンとくとこありますよ ね、 ありますね、はい、それを取っ払ってウォークインクローゼットにしてますね。こちらのお宅だとね、あのデスクが入ってますけど、ちょっと書斎風にしてます ね、 ね、はい、かっこいいですよね、はい、昔の押し入れはすごく深くて大きいので、そういう利用の仕方ができるわけですね。三留さんの探求心が止まらない。住む気満々ですね。これも動くんですね。あ、そちらも動く。おお、わあ、すごい、ちょっと楽しいですね。竹見台へとやってきました。この辺りは千里竹見台団地といいまして、千里ニュータウンの開発の最後の方に建てられた、そういった団地ですね。なるほど。この正面にある建物、大きな建物ですね、はい、これはスターハウスと言われている、はい、全国的にも珍しい建物で、実はこれも団地なんです。すごい、なんだか不思議な形をしてますね。そうですね、あの上の方から見ると Y の字の形をしていて、はい、それを星に見立ててスターハウスというふうに呼ばれています。なるほど。そしてまたここで、はい、また突然クイズです。来ましたね、待ってましたよ。何でしょうか。はい、実はこの団地はある、はい、あるところで働くための宿舎としてもともと作られたものです、はい、その働く人たちは何の仕事をしている人たちだったんでしょうか。ちょっとまたいきなりノーヒントじゃないですか。1970年にこちらの建物、はい、スターハウスは建てられました。1970年でしょ。そして今あえて早乙女さんがねヒントを出してくださったということはですよ、わかりました、あるところ、それは万博です。どうですか。正解です。1970年の、まあ、3月からあの半年ぐらい、 C の28棟とあと壊されてしまった C の26棟のこの2つの棟に、はい、あの外国人の人たちが、はい、あの住まわれていた、宿舎として使っていたっていう。去年 あちらの26棟が壊される前に、はい、夏にもうすべての住戸を回ってですね、はい、あの表札をひっぺがしてみたんですね。え、あれ、早乙女さんがひっぺがしたんですか。はいはい、あ、本当だ、これひっぺがされてる。はい、この裏を見るとほら、こっちはソ連と書かれている、こっちはユージ・マリコフですかね、人の名前だと思いますね。どういう経緯でここに書かれたかって想像はしてるんですが、あの確証は得られてないんですけども、裏側になっちゃうからいいじゃないかということで、あの工事関係者に掛け合ってサインを書かせてもらったりとかですね、あの自分 の、 あの国名を書かせてもらったりとかしたんではなかろうかと。それを50年ぐらい近く経った後に私が引っぺがして初めて発見したという、そういう証拠品ですね。竹見台近隣センターへとやってきましたよ。はい、木戸さん、はい、前回のクイズで近隣センターには銭湯があるという話をしたと思います。覚えてますか。はい、あのクイズであったやつですよね。一部の団地にはお風呂を設けていなかったというあの話ですね。そうですね、はい、ただしあの竹見台近隣センターだけはなぜか銭湯がなかったんですよね。銭湯がなかったんですか。はい、じゃあ竹見台の皆さんどうされてたんですか。はい、それはこの先の先に進んでいくと分かります。え、この道を行くと、はい、はい、え、じゃあ行ってみましょう。はい、ということでこの歩道を進んでいくと、あれ、ちょっと待ってください、あのあっちの矢印も近隣センターの矢印出てますけど、こちらは桃山台近隣センター、はいはい、でこちらは竹見台近隣センターで、ここは2つの近隣センターが道を挟んで向き合って配置されてるんですね。で、銭湯はあちらの側にだけしかなかったんです。ということは竹見台
んで、まあ、お家にお風呂がなかった方はこの隣にある桃山台近隣センターに行かれてたということですか？え、多分そういうことで、これはあの2つの近隣センターでもう1つの近隣センターのように設計されていたと。隣り合う近隣センターで足りないところを補い合っていたというわけですね。そうですね、最初の設計は1つの町に2つの近隣センターを作るっていう予定だったんですね。そうするとだいぶやっぱり商売的にも大変だということがすぐに分かって、はい、その後は一つの町に一つの近隣センターというふうに変わっていきました、はい、でさらにこの桃山台と竹見台は千里ニュータウンの中では一番新しいグループに入るので、もう2つの近隣センターを向き合わせにして、はい、さらにお客さんを集める力を強くしようと。だから千里ニュータウン作られながら少しずつ設計がこう改良されてきたという、その、まあ、あの名残がここでわかるわけです。2回にわたってお送りしてまいりました水散歩千里ニュータウン編、いよいよ終わりの時間となりました。佐竹台から始まった街づくり、だんだんこう変化が見えて面白かったんじゃないでしょうか？はい、本当にそうですよね。長いこと千里ニュータウン住んでますけど、歩いてみるとまだまだたくさん発見があるなと思いました。皆さんもこれを機会に千里ニュータウンのことをよく勉強されてはどうですか？いや、もう本当に私も皆さんからたくさんのことを教えていただいてとっても楽しかったです。もう吉永さんのおっしゃるように、私も皆さんのこの背中を受け継いで学ぶ意識、研究する意識を持って、これからも楽しくいろんなことを知っていきたいと思います。テレビをご覧の皆さんもぜひいろんなことを考えながら千里ニュータウンの街を歩いてみてくださいね。さて次回の水散歩、一体どの地域を歩くんでしょうか？お楽しみに。以上、特集でした。続いては、吹田市からのお知らせです。平成31年度から10年間のまちづくりの基本的な方針となる第4次総合計画の基本構想・素案と基本計画・素案に対する意見を募集しています。意見募集案と意見提出用紙は市役所や出張所、市民センター、図書館などで配布しています。募集期間は平成30年7月10日火曜日まで。提出方法は郵送、ファックス、電子メールにて企画財政室まで提出してください。または用紙の配布場所に設置している回収箱へ投函してください。意見提出用紙の様式は問いません。詳しくは企画財政室までお問い合わせください。吹田エキスポ2018夏を開催します。ミニスプラッシュパーティー、ガンバチアや消防音楽隊のステージ、ミニ縁日などを開催します。日時は7月15日日曜日の午前10時から午後5時まで。場所はエキスポシティ空の広場です。詳しくはシティプロモーション推進室までお問い合わせください。さてエンディングです。次回の放送内容はどうなってますか？はい、次回の更新日は7月11日です。トピックスでは博物館さわる月間、講演会&ワークショップや男女共同参画講演会の様子など、特集は吹田のだんじりと題して市内にあるだんじりについてご紹介します。お楽しみに。なお、この番組は YouTube などでもご覧いただけます。吹田市お元気で検索してください。それではまた、さようなら。さようなら。